トムロフトのレース場と飼育日誌ハタと一緒に遊びましょうおはようございます9月30日金曜日の朝です日の出20分後の太陽です今日は明るい太陽が東の空から昇ってきてます今日の天気は晴れ風は北風2メートルから3メーター吹いてます 気持ちのいい秋空の朝ですねやっと天気が落ち着いてきました鳩さんおはようございます今日の棚の上の位置をお、今降りてきたな灰の巣ですね155という鳩です今年の秋来年の春活躍を期待している鳩です毎日 追い出しを行っているハッタちです。今日も追い出しをしなきゃダメなんでしょうね。外は明るくていい天気なんですけども、あとはなかなか外に出て行こうという気力がないみたいです。社外を始めてます。今日の社外もハトは自分から外へ出て飛び出すということはしなかったですね。特に10パーぐらいは追い出しをしていてもなかなか外に出ていかなくて、 外に出て行かなくなってしまったのはやっぱり猛禽の影響もあるんでしょうかね。鳥が成長するにつれて自分たちから外に出ていくのが嫌になってくるようです。これも毎年その傾向ありますね。若端の時の勢いよく外に出ていくというあの習慣、徐々に徐々に薄れていきます。これからは追い出しをしなければ外に出て飛びたがらない鳩になっていくようです。 ちょっと寂しい気もしますね。やはり自分から元気に外に出て飛び回るという、そういう鳩が好きです。上空に飛び出した後。飛び始めると元気なんですよね。見た目ね。今日もいい感じで飛び始めました。時刻は六時十分になりました。あとは、旧車の周りの方へ飛んできまして。 少しスピードが落ちてきてますそろそろ旗振ろうかななんて思いながらハットを眺めてますもうちょっと低空になった方が旗振り効果があるのかなと思いながらもう一部もう滑空してますねやはりハトさんも少し気合が欲しいようです 蓋は持ち寄りになりますので今日が最終社外やはり1時間ぐらいは飛んでほしいと思います6時10分から6時15まで旗振りをしてました旗振りの最後の時には鳩が遠征に行きまして今遠征から戻ってきたところです遠征時間は 20分ですねこの集団ちょっと多いようでこの中に紅栗が一羽混じっているのが確認できますうちの鳥の集団よりも15羽ぐらい多いのかななんて思いながら眺めてます卓球車の鳥に引っ張られてしばらくの間飛び回っていってほしいなと思います 6時55分になりました。社外を開始してから60分経過です。他球車の鳥と一緒に、まだ私の厩舎の上を元気に飛び回ってます。社外開始から60分経過しましたので、あとはアドバンテージとしてどこまで飛び回ってくれるかな？なんて思って眺めてます。 まだまだ元気よく飛び回っていそうな鳩たちですただいまの時間は7時5分になりました鳩が降り始めました25羽ぐらいかな降りてきたのは最初に降りてきた集団このハイゴマのサシは口開けてますねこのハイの鳥もハイのサシも口開けてるかな どうでしょう、そんなに気温は高くないので、大きく口開けてる鳥は、普段社外をあまりしたがらない鳥じゃないかなと思ってます。まだ急車の周り、飛び回ってますね。もうそろそろ降りてくると思うんですけども、他急車の鳥も混じってますので、それの影響で一度にドーンという形の社外終了ではないみたいです。 まあどちらにしてももう一時間十分経ってますので鳥は降りてくると思います。あ降りてきましたね。はいあ口開けてます。飛びにくかったんですかね。うんこれチップリングつけてますからレースバトですね。はいだいたい降りてきたようです。 10分間ぐらい屋根の上で遊ばせて呼び込んで今日の社外を終了したいと思います多急車の鳥私の急車の屋根の上には降りずに電線に降りてきてます今ここ4は見えますね逆光で右色がわからないんですけども栗はいないような気がします 明日は石岡の80キロ訓練持ち降り日です今日の社外が最終社外になりました最終社外として飛翔時間飛翔時間70分多球車の方に遠征に行って20分ぐらい飛んでいたり多球車の鳥を連れてきたりでなかなかいい飛翔をしてましたただ残念なのは1羽ちょっと遅く入社した鳥なんですけども 体のどっかをぶつけたようでちょっと動きがぎこちなくなってます 788BC のメスなんですけ参加するのを取りやめようということを決めました成長途上の若端アキレースは無理させずにちょっと見た目おかしくなった時はさっとやめて春に備えたいと思います 本日もこのブログにお越しいただきありがとうございました。また次回もお越しいただきたくよろしくお願いします。失礼します。